明るく楽しく元気よく何かを始めたいという人もそうでない人もこの番組を聞いてランニングをした気分になっていただきましょうそれでは始めます電形トランスルースタートですこれずっと今最初のやつ入ってないです なんで僕の声だけ聞こえんかなと思ったら失礼いつもの通りにあのねいつもの通りに上げてたら違うマイクでした申し訳ないじゃあ最初からやります嘘ですけどはいはい、あの弁慶さんと私で始めます私って弁慶ですはい宮城鈴乃ですよろしくお願いしますえっとこの番組ではマラソン大会情報や楽しく快適に走るコツ走りたくなる BGM などをご紹介しておりますが実際 走りたくなる BGM だったかっていうとちょっとあれその選曲してたかなって今思い返せばいやの自分はノリノリになれるけどもまあはいそんな感じでですね単純に好きな曲だけ流してますはいあの今日はですねゲストさんがスタジオにいらっしゃってるんですけれどももう最初から紹介したいと思いますゲストさんがえ 今回ねうちなんちゅ頑張るうちなんちゅを応援しようという企画で、うんえー、来てもらっています。はい。そういう企画が急遽できましてですね。ううもうぜひとも <laughs> はい。<laughs> あのねもう名前出しちゃっていいんですよね。いいですよ。はい。与那原翔さん。翔さん、翔でよろしいですね。これ。はい、お願、はいします。よろしくお願いします。はい、で、えー、もう一人がですねゴールデンキロコマヌモアナさん。 はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、あの、お二人のちょっと紹介を、じゃあ、与那原さんからお伺いした。方がよろしいですかね。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。青年海外協力隊で、はい、現在ソロモン諸島で体育、水泳、水球を指導しています。与那、うん、原翔と言います。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。ますじゃあ、その、ソロモンと。ソロモンから、一緒にいらっしゃって。うん はい、キロコさんは肩書きは、はい、<laughs> キロコさんが喋った方がいいかもしれないです、ね、まずはですね。Thank you for inviting us to this FM.、Um, こんにちは。My name is Golden Kiloko、uh, from the Solomon Island National Olympic Committee. えー、キロコさんはソロモンオリンピック委員会の副会長をやっています。はい、もうすごいですね。はい。まず名前がゴールデン入ってますからね。<laughs> そこ？<laughs> <laughs> いやいやゴールデンってすげえなと思って、ね。<laughs> うん。いやオリンピック委員会の副会長さんが、はい。 このラジオに出てるっていうこと自体すごいですよです,、ね、すごいですよねここコミュニティですコミュニティラジオなんですけれども、ね、日本のオリンピック委員会の委員長、うん、誰でしたっけ森さ,森さんですよね,すよね森さんの下で働いている方が今来てるっていうことになりますよね日本に置き換えると、うん、いや本当に大丈夫ですかね <laughs> 本当にありがとうございます今日来ていただいてあ,ありがとうはい、えー 今日来ていただいた理由としては、ですね、うん、あの米原さんが世界にでっかい夢を持って飛び出したということで、うん、沖縄に、またその夢を持って一時帰国しているということなんですね、うん。で先ほど、沖縄県庁で副知事室で協定を交わしてきたそうです、うん。はい、これ対決というんですかねちなみにこの 僕一回話戻してですか榎原さんが沖縄のどういう人かを一回紹介した方が皆さんいいのかなと思うので<あ>あの中学校からの,この,そのソロモン行くまでの,あの簡単な経歴をですねお願いします、えっとはい、自分は松島中学校出身で、はい、那覇商業高校に。 はい。でその後東京の日本体育大学に行きまして現在沖縄県に帰ってきて沖縄県の県立高校の体育教諭として活動しています。で専門競技は水球競技で小学校から一貫して現在まで水球競技に携わっています。でその中でこの沖縄県の教員をやっていく中でやはり水球競技で沖縄県の 子もっと、えー、この競技力を向上させたいと思う中で、うん、いろんな経験を自分自身がやって子どもたちに伝えた,い伝えたいなと思って、うん、現在、この青年海外協力隊で途上国に行っていろんなことを学んでまた、えー、沖縄に戻ってきて子どもたちに、うんえー、教えたいなと思って活動しています。うんうん、ちなみに今は29歳です。 29はお若いですね、すねまだ30代にもななってないのに、うん、見た目は高校生に間違われます,確かにものすごくお若いですよ <laughs> ちなみに、いつから行かれてるの去年はい、えー、去年の6月からソロモン諸島に行っています。うんうんうん、で、ソロモンはすごく暑いっていう話でそうですね、先ほどこのオリンピック委員会の方にも、きろこさんにも聞いてみたんですが、きろこ So、です、ね、本当かどうかわからないんですけど <laughs> あの平均気温が36度から37度ということで <laughs> <ー>やっぱり自分も感じるんですけど沖縄よりもやはりかなり高い <laughs> ー。No winter. No winter, only only two weather patterns, wet season, plenty rain, and dry season, only two, no winter. 冬がないんですね。寒い時期がないってどんな感じなのか全然わからないですけれども。今も約一年行かれてるんですね。はい、そうです。もうずっと夏みたいな。そうですね、もうずっと夏なんですけど、ただ本当に少しの、 気温の変化っていうんですか、日本人からしたら全然あったかいよっていうのでも、少しソロモンに長くいると寒く感じます。そうなんですか。じゃあ沖縄についてみて感じたのは寒い。そうですね。今自分も寝るときは長袖で寝てます。確かにちょっとまだ肌寒さ、が残るかなっていう気はしてるんですけど、ここなんか6月も手前なのにと思いつつも、あ、長袖はさすがに。そうですね。本当にここ沖縄かなと思います。 もうやっぱり体も変化しているということですね、ソロモンに会ってきているということですよね。すごいなで、さっきの話に、じゃあ、そうですね、<の>今回あの、沖縄合宿ということで、先週木曜日から沖縄にソロモンの選手たちを引き連れてきていらっしゃるんですけれども、今日ね大事な、はい、大事なことが 行われれたたとといううことでで、はい、どんんな協定を結ばれたんでしょうか、はい、そうですね今日、えー、朝に沖縄県庁で、はい、この沖縄県副知事また八重瀬町長さん、はい、それから、えー、副会長のゴールデンキロコさんが、うんえー、協定参院を行いまして、うん、この参院は2020年の東京オリンピック前事前合宿まで、うん、沖縄県とソロモン諸島の水泳連盟が協力して、うん 合宿を行うといった協定で、うん、これを行うことでまた沖縄県がソロモンの水泳をサポートする、うん、またソロモンの水泳選手が来て沖縄の子どもたちに、うん、途上国の現状、うん、またえどういったふうにこの国際交流をするのかっていうのを、うん、いろいろな形で伝えていける機会になると思います、うん。うん、あと2年半ぐらいいしかかないんですけれどもその間に何回か 沖縄に連れてきて、はい、ソロモンの選手を連れてきて交流したいってこことでですすね。ね、はい。そうの自分は来年度の3月までしかこの活動が、うん、できないんですが、うん、その後も JICA の他の隊員の方に引き継いでいただいて<ー>この沖縄とソロモンとの活動は継続して取り組んでもらえるようにつないでいきたいと思っています、うんうん、いやでもその考えを案を出したのは米原さんのアイディアですよね。はい 一から全部自分でやって、うん、その着実に今形になってきてるっていうことですよねいや立派ですよこれだけでも立派だと思いますよ <laughs> ありがとうございますなんか本当にね、若いのにう、うん、いや、今あのオリンピック選手を育てたいっておっしゃってたんですけれども、はい、最終地点、はい、どこまでこう思い描いてらっしゃるのかなとそうですねこの 最終地点は今のところは東2020年の東京オリンピックにソロモンの水泳選手が初めて出場するっていうことがもう自分の中でこの涙が出るようなこのイメージなんですけどそれまでに自分は水球競技で専門できていてこのソロモンでも水球競技を普及させたいと思ってソロモンに行った時にまずプールがなくて海に海しか なかったんで、じゃあ、海で練習するしかないなと思って、海に行って、子供たちを連れてったら、子供たちが泳げなかったんですよ。沖縄の子供たちも。こう、泳げないって、でも。遊ぶものだよ。そう、確かに、そうですけど、泳げない。そうですね。だから、魚を取ったりする、森でついたりするのは上手なんですけどこの、泳ぐ、クロールをしたり、平泳ぎをしたりするっていうのができなくて。これは水球を教える以前に、泳ぎから教えないといけないということで。 泳ぎを教え始めて <laughs> <ー>そうしている中でこのオリンピック委員会の方また水泳連盟の方とのつながりができてきてこのソロモンはオリンピックに出場したことがないよっていうことでだっ,ただったら東京オリンピックを目指してみんなで頑張ろうということでこの活動がスタートしました <laughs> えじゃあ以前はソロモンイズノースイマーソロモンワズノースイマー イエス、yes, uh, before no swimmer. Now very thank,、uh, thankful to Okinawa、ok、Prefecture、uh huh. to bring our swimmer come train here.、Oh. ですね、以前はあの少なスモールナンバーっていうの,この少なくはいたんですけど、うん、たくさんの人がやってはいなくて、うん、今少しずつ増えてきている。うん、で今、キロコさんがおっしゃられたみたいにこの沖縄でこういったこの 泳ぎ、あのー、水泳の合宿ができるっていうことがもうソロモンの選手にとっては、うん、とてもありがたい貴重な機会っていうことで、うん、本当に感謝していますまあそもそもソロモンってどこなんだろうっていうのをちょっと今調べてみたらですねですまあ日本の真下の方にオーストラリアがあってうん、うん、その上にパプアニューギアニ,ューギア,ニューギアがあってそ,うです、ね、その東側,<う>東側にまあ本当に小さい島国ですよね。こののの島国の中の一つに 与野原さんはいらっしゃるということです、はい、自分は、えー、ソロモン諸島の首都のホニアラっていうところホニアラホニアラ,ホニアラじゃないですか <laughs> ホニアラみたいです <laughs> <laughs>

そのの地でで命を落としている場所です<ー>なんでこのソロモンの方たちもこの日本人のことをとても知っている<ー>ここでこのアメリカの人と<ー>日本の人たちが多く命を落としているということででこの少しソロモンの人たちに聞いたんですよ聞きづらかったんですけど、はい、やっぱり日本人のことどう思うのって、はい、このやっぱり今でも嫌ということで、うん、俺たちはその後の日本人の行動を見ているよということで<ー>日本の政府 この JICA でボランティアを派遣したりインフラ整備で道路を作ったりマーケットを作ったりということでこの戦争の後で日本はこのソロモンのためにいろんなことをしてくれたよということでそれで今は日本人にとっても感謝しているよということを言ってくれますね日本を飛び出していろんなことを学んでますね。日本ににいいいたらら絶対にそういうことはいとはわかな そうですね。はい。まあそもそもソロモンっていう国自体なかなか触れる機会ないですからね。そうですね。初めて聞きましたもん。ソロモンに行った人。そしてソロモンがその戦場になってたっていうこと自体知らなからね。そうそう。初めて聞きましたそれも。ガダルカナルはあの永遠のゼロってはいはいはい。 で少し舞台になった場所なんで有名なんですけど、やっぱりホニヤラ、ああソロモンっていうのはなかなか国自体は有名ではなくて、うんそうですね。ウィ、はい、キペディアでソロモンを調べたらホニヤラが出てきました。首都なんですよ、ね。そうです。首都です、ね。じゃあほほホニヤラは都市？ホニヤラは結構都会なんですか？まだ栄えています。ああそうなんです。はい。ただ自分がこの去年初めて行った時にはこの 自分は見たことがないんですけど、はい、きっとこの60年前の沖縄ってこんな感じなんだろうなっていうようなのを感じました、うん、あ例えばこの失礼な話になるかもしれないですけど渡嘉敷島とかってまだやっぱ、はいうん、そんなにいろいろあるわけじゃないじゃないですかやっぱ本当に島っていう感じじゃないですかあんな感じかもうちょっと。いやももっとでですね今でもあの 何でしたっけ頭の上にリングみたいのを女性がつけて荷物を,、ね、荷物を運んでる姿も見せてれるしこの半分以上の人が裸足でで歩いているんですよ。だから今回もこちらに来る時にこのやっぱりいつも裸足で歩いてるんですけどやっぱり日本は靴を履かないと失礼になったりするからちゃんと靴を履いて移動するよっていうことを言ってたらソロモン人の足ってとっても頑丈なんですよ。<ー> ここに行っても大丈夫で、鉄格子登ったりしても、怪我しないんですけど。えー、本当にもう、すごく硬いんですよ。だけど、この、今回靴履いてきてたら、うん、みんな靴擦れしてますよ。<laughs> 逆に、<laughs> 本当に、だから。靴の方が慣れてないですからね。鉄格子大丈夫なのにと思って。<laughs> 裏は大丈夫だけど、ここら辺が弱いんですか、ね。慣れてない。かかと方とかね、そうでね。うんえー でもこのアスファルト裸足で歩くとまた暑くて大変だと思うんですけどもね向こうもアスファルトはあったりするんですけどところどころでもやっぱりみんな大丈夫なんですかアスファルトも暑いけど砂も暑いから多分それも慣れてるんじゃない山の中とかも普通に裸足で歩いても大丈夫なんでへーへーそー、わいソロモンピーポーはユーザーリーベアフォートうーん、ビカーズサムタイムズ

So, do you use uh, shoes usually? Yep, uh, because we 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 lived in the in the city mm -hmm. in Honiara, uh -huh. so we'll we suddenly use uh, wear shoes and slippers and all this. so uh -huh. 彼はポジションもあるので靴も使っているのでやっぱり沖縄と似て湿気も多いんですよ沖縄もですねそうですよ湿気が多いんでこの靴だと蒸れてしちゃうんでやっぱスリッパも結構多いですねスリッパでオッケーなんですね。スリッパ大事だちゃんとこのアイランドシャツってこのカリフォルニアに似てるのをつけてでスリッパが清掃だったりします今着てらっしゃるのもアイランドシャツ清掃清掃

はい、い高橋優さんでで、えー、福笑いでした。この曲、どんな思いが込められてますかそうでですね。この、き何でしたっけ、ワンフレーズで、はい、こきっとこの世界の標準,標準言語は英語じゃなくて笑顔だと思うっていうことで、うん、本当にソロモンでそれを感じて、うん、この英語も大切この語学も大切だけど、うん、そうじゃなくてやっぱりこの笑うことで、うん、その人たちとコミュニケーションが取れるなとか確かに。とってもそれを感じました。うん 言葉は通じなくとも、も伝わりますんねそうですね、だからもう怒ってるときとか、やっぱり日本語になっちゃったりするんですよ、生徒に怒ってるときもそれでもやっぱり生徒は感じてるので、だからやっぱり表情とか、その人がどう伝えたいかっていうのがやっぱり大切なんだなと思いましたじゃあ、この歌に励まされたりっていうのもあったりすね一人でね、違う国に行くっていう勇気も必要ですからね。そうですねここののやっぱり 日本にいるといろんな家族がいて周りの人もいてってなるんですけどやっぱり一人の時にこに落ち込んなんか気分がやっぱり下がってしまう時があるんですけど、はい、そういう時にこの歌を聴いたら、うん、やっぱりちょっと頑張って笑おうとか、うん、もっともっとできることあるんじゃないかなって思ったりしてできるので励ままされました<ー>ソロモンってまたね食文化も違うと思うんですけれども、はい、どんなものを食べてらっしゃいますか そうですね。この主食は芋なんですけど、何芋ですか？えっと向こうはこのポテトクマラって言うんですけど、クマラ。はい。向こうの言葉ではクマラって言って、それがポテトなんですけど、それがジャガイモですか？ジャガイモです。はい。それが主食で、だいたいこのもう二十二十個三十個ぐらいでだいえっとソロテンソロモンだら百五十円ぐらいで、安い。めちゃめちゃ安いんですよ。羨ましい。だからもうみんなこのクマラばっかり。 ええ、この芋ばっかり食べて、うん、であとは魚がやっぱりこの海に囲まれてるんで、はい。安いんで、魚をみんな食べたりします。<ー>カルシウムも取ってるし、芋も結構いい、うん、栄養価が高いんで。そうですね。ただ、この魚も、あのー、うん、沖縄みたいにスーパーで。この切り身で売られてるわけではなくて、うん、この丸々一匹ボーンって。なるほど。で、売ってるんで。さばかなきゃいけないです、ね。捌かないといけない。 けるようにになっったんですかそちらて自分も向こうに行ってそれまでは全く料理も何もできなかったんで向こうででもやらないと生きていけないのでそれでさばくようになりましたちなみにそのソロモン魚は焼きそうですね刺身も刺身はこの危なくてやっぱりだから向こう では生で食べるっていう文化がないんですよ卵も生で食べたら自分一回生で食べたんですけどすぐ食中毒なって本当に下痢ともうオートで卵がたったりやばいってやつよね卵でそれからやっぱり魚も生だと危ないということでやっぱり必ず火を通して生鮮食品のこの管理っていうのがまだそうですねちゃんとしてないんですかねそちらではあ じゃ、食べられるものも限定されてますね。そうですね、うん、やっぱり、もう、同じ食品のローテーションになってしまいますね。なるほど、まあ、今一時帰国しているということなんですけれども、はい、沖縄に帰ってきて。一番ほっとしたものってありますか。はい、ほっとしたもの。うんー。 食事はもう本当にどれを食べても美味しいんですけど、うん、やっぱり一番嬉しいのはさっき言ったみたいに生で食べれないので、うんうん、生サラダ、うんはい、サラダ,、はい、サ,ラダ,サ,ラダサラダが大好きですだからサラダが食べるのがとっても幸せですちなみにキロコさんもまあ生のものを召し上がったと思うんですが沖縄でのこの食事何か印象に残っているものありますか ?What do you like the best food?

ここのの生刺刺身身はやっぱり美味しい食べたとあるですすねねじゃ行行きましたたたーーと場場場市市ママケケッッットトフレシュにっらくさんそうででも日程を見るとこれ行ける時間ない本当に過密スケジュールでこの1週間。 練習と交流会が、はい、組み込まれているんですけれども、はい、今回、選手を3人連れてきていらっしゃいますよね、はい、はい、この選手たちというのはどんな選手です一、はい、人の選手はクレイ選手というんですけど、うん、その選手はソロモンで一番水泳、うん、が速い選手となっています、うん、で残りの2人は18歳以下、うん、高校生の速い選手が男子で一人女子で一人合計3名になっています、うん。うんうん 代の選手を引きき連れてたいううことでですすよねねそやはりこの2020年の東京オリンピックそれから2023年にオーシャンパシフィックゲームズっていうこの太陽州での大会がソロモンで開かれるんですよ。プールないのにプールをだから建設しようとしてるんですよいつ完成するかわからないんですけどその計画は一応あるらしくてどうやって大会開くんだろう <laughs> でもこの自分の向こうでココナッツカップって言って可愛い,い名前ココナッツカフェの海で開いてるんで, <laughs> 海でこの水泳の大会 <laughs> それから水球の大会 <laughs> でカヌーの大会を月に1回開いています。ね 大会がないと、やはり選手たちのモチベーションが上がらないので。うそうですね。やっぱり海なんですね、舞台は。そうですね。プールが使えなくて、公式のプールがないので,で。海だと自然が相手なので、雨降っても入れないし。はい、そうですね。雨は入れるけど、風が入れないですよ、ね。はい、もうやっぱり高波に波<で>なってしまうと、うやっぱり生徒がもう泳げないってなって。じゃ今日はサーフィンの練習しなさいって言って。<laughs> <laughs> 板はしょっちゅう転がってるので、それに乗って、パドリングって言うんです、ね。 サーフィンの練習になったりとか<ー>すごい臨機応変にもすごい振り幅がある <laughs>、ね、クラゲが大量発生した、えー、もう今日は無理だねって言って<ー>もう諦めて帰ったりとか<ー>そんなこともありますねうそうか、クラゲが行ったらそうですね入れないですよねもう、はい、<laughs> そんな練習関係劣悪ですね結構ね沖縄このプールがあるっていうだけでとっても恵まれてるんだなってっっ思いました、ね、各学校に一つずつプールがあって 今回プールは選手たち沖縄に来て初めて入ったということになりますか。公式のプールに入るのは初めてですね。はい、このプール、はい、向こうにもホテルのプールがあるんですけど、やっぱり11メーターとか短い距離でのプールになってしまうので、ちゃんとした、はい、競技用のプールということですね。はい、そうですね、うん。今回どうですかね。沖縄の選手たちと交流してみてこの。はい ソロモンの選手、はい、どんな刺激を受けていいらっしゃいますかそうです、ね、初めのころは、えっと、先週この那覇西高校さんでの水泳部さんと一緒に練習した時にはこのプールが冷たいっていうのもあったんですけど <laughs> 足がこの1回の練習で56回つっていて1人の選手が <laughs> みんな足つって <laughs> 寒いんですね,うそうですねガタガタ震えて<ー>泳ぐたびに足がつって<ー>もうちょっと練習できないって顔で<ー>もう目で訴えてきたのでうもうちょっと今日はやめようって言って。<laughs> 監督にお願いしてすいません今日はあと見学させてくださいっていうことでやってたんですけど、やっぱ適応能力があるのか、だんだん適応してきて、でまたフォームを丁寧に教えていったら、どんどんこの伸びていって、今タイムもえ50メートルでだいたい一人平均3秒ぐらい上がっていますね。えここ来てここに来てます、えー。<laughs> ソロモンのタイソロモンで出したタイムよりも沖縄で。ソロモンでこっち来てスタートの時より今で3秒です。あなるほど。 すごいですね<ー>。<laughs> え、二週間しかいないですね、こっちにで今一週間しか経ってないですよね。一週,週間でそんな長くなるので, <laughs> で、また今週の日曜日がこの大野山でこの高校総体のこの競技があって、その競泳競技にエキシビジョンでソロモンの子たちも参加させてもらうので、その時にまたどういったタイムを出すのかのす、ね、楽しみですね。楽しみですしかもあのそやあの屋外だからあ 高いでしょうしね,うねまだプールなお湯が水が。やっぱりこのちゃんとした技術指導っていうのがポイントになってるんですよね、はい、きっとねそうですね早くなってるっていうことは、ね、はい、うん、やはり丁寧にこの沖縄県のこのスイミングの NB スイミングのテルヤク 代表さんがこの教えてくれているんですけどその方が丁寧に指導してくれてまた那覇西高校のえ佐藤先生という方が全体練習このチームってこういうふうに練習するんだよってみんなで練習することでこの水泳って楽しくもなるし頑張れるんだよということを教えてくれて。 とても今いい環境で、ソロモンの子たちは、刺激をもらって練習しているなぁと感じています。どうですかね、キロコさんも今回、沖縄の水泳競技ご覧になって、どのように感じてらっしゃるのかお聞きしたいですね。そう、どういうふうに、沖縄スイマー沖縄スイマー r e very strong. been access to a very good pool and train under very high coaches and technical people so they they guide very good guide by good coaches so and they're very strong とってもこのすごいストロングだということででまたコーチたちもとっても丁寧に技術指導してくれるよということで、うん、あとはこのやっぱりいい環境でやってるんで、このやっぱりその毎日練習してるやっぱソロモンは毎日練習したくてもできなかったりサバスって言って金曜日の夕方から土曜日の日暮れまでは全くこの活動しちゃいけない宗教なんですよ。自分 明日からじゃ、そうです。あれですね、あのモロッコとかの、あんなのと一緒で。生ダンみたいなやつ。そうです。そいわゆる。サバスっていうんです。サバスって S. D. A. って呼ばれる。このクリスチャン系のなんですけど。活動してはいけないっていうことは、あの外に出てはいけないってことです。そうですね。外に出るときは、プレイ、お祈り。 私、ちょっと動きますけどいいですかっていうことですか、も両者を得るっていうことですよね、神にそうじゃでプレイするために外に出るだけしかできない、なるほど、ありなるほど、プレーするために外に出る、限られてますねちなみに、ちょっと気になったのきろこさんはオリンピック委員会の副委員長じゃないですか、もともと出身スポーツ、なんだったんですか。 ラグビーユニオンラグビーカプテン、ャプテン、ソロモンアイランドナショナルラグビー。違いますねソロモンのラグビーは有名なんですかソロモン、太陽州は基本的にオーストラリアもそうです。オーストラリア、フィジー、ニュージーランドが強いんですが、そこに比べたらやっぱり落ちるんですけど、ソロモンの人たちも ラグビーは結構このみんな好きだったりしますね。オーストラリアの選手たちと戦ったりもしてるんですか？ソロモンの選手って。

昨日もまわし高校の生徒たちと一緒に交流をしたんですけどその際も、きろこさんこんな体格なんでみんなちょっと油断するじゃないですかものすごい動きをしてすげえってなってさすがオリンピック委員会副会長だってすごいすごい。 ソロモンの選手たちは、まあ、これからまた練習があるんですよね、さっき聞くにはソロモンタイム、ウチナタイムみたいな。 うちなタイムって普通1時間遅れぐらいですかね、うん、この1時間遅れぐらいであるんですけど、うん、このソロモンタイムは3時間遅れれと、うん、<laughs> ということでもうこでどういう仕組みになっていくんですかもう昼に約束してたつもりがもう夕方とかになるわけじゃないですかそうですねだからもうこの2次集合だよって言われて、うん、この自分もちょっとやっぱり遅れてしまうんですよ 2>,、うん、2時半ぐらいに行ってやばい遅れたと思ったら誰もいなくて。 待っとこうと思ってみんなが来始めるのが5時ぐらいなんですよ。ちょうど悔しいんですけどみんな同じ時間帯に来るち合わせしてたのでそれじゃあ練習できなくないですか練習の時にはもうあらかじめ行って特別な行事とか普段もローテーションでやってるものはある程度大丈夫なんですけどみんなで今日ピクニックに行こうじゃないけど。 どっかかに行こうとかなんか、うん、じゃ日バーベキューパーティーしようとかってなったら、ね、なった時にはやっぱりちょっと時間が難しいですすね予測るソロモンのサイズってそのさっきな何でしたっけあの首都があるところは,、はい、はどれぐらいの大きさなんですか沖縄ぐらいですかもっと大きい そうですね、はっきりは分からないんですけど、うん、沖縄とおそらく同じぐらいではないかなと思ってますこのガダルカナル島っていうのがちゃんと調べてないんですいませんは,い、はい、はっきりは分からないんですけどんあ沖縄本島とおそらくちなみに与那原さん沖縄に実家があると思うんですけれども、はい、お家には帰ってますすかそうですね通常は、えー、この選手たちとこのキロコさんたちと一緒に行動するんですけど。うんうんうん この家族のところに帰らせてもらう時間もちゃんともらっていますでソロモン人はとってもこの家族を大切にしなさいっていうことを言ってくれるんで。<laughs> うん 家族がいるんだったら家族のところに行けっていうことで行ってくれるんでそこはとてもありがたいですねいやスケジュール見てたらこれ帰る時間ないんじゃないかなと思ってたんですけれどもよかったですそれ聞いて安心しましたありがたいですとてもいやいやご結婚もされてるそうなんでそうですね子供がえっと二歳の子供がいてそうなんですよそれは帰らなきればってところですお子さんおいてねソロモンに行ってらっしゃるからせめてね沖縄にいる間にも奥さんにはもう本当に迷惑かけてるんで何も言えなくて奥さん立派ですよ 本当に感謝しかないです。家を守っていらっしゃるということ問題すごいと思いますよ。私も今主婦なんですけれども、特に一番手がかかる時期で、そうですね。2歳はいやいやするんで大変ですよ。えこの自分はやっぱりいなくてこの奥さんが一人で育ててくれてるっていうことで、もう本当に申し訳ないし、この負担もかけてるんですけど、この向こうのこの奥さん側のお父さんお母さんが。 とっててても協力してくれて丁寧にこの自分の息子講師っていうんですけど講師、はい、を育ててくれていて<ー>で自分がいない間も自分の写真を見せてくれて、うん、このパーパーだよっていうことに言ってくれてたんで<ー>自分が帰った時にも。 パパパって、本当に自分は。つなげてきます。私もちょっと。ちゃんと忘れないでいてくれてますね。ありがたいです。でも、お父さんの背中っていうのはね、多分見ていると思いますので。これからも突っ走って、頑張ってほしいですね。やっぱり還元できるように、もう家族に。ちゃんと、この自分が今経験していること。で、この負担かけている分、これから帰った時に、ちゃんと還元できるようにしたいなと。 思いますね、そうですね、うんはい、できれば本当に実現ちゃんと実現させて欲しいですねそのためにはまたね何かあのお願い事というか <laughs>、はい、あの沖縄の,、ねはい、あの企業さんにね、はい、今現在この2週間この沖縄で合宿させていただいているんですがその中でもソロモンの選手たちはものすごい成長を見せていてうん、うん、できればもっと長期的に、うん。うん この滞在して、うん、このソロモンの選手たちが本当にオリンピックで、はい、この活躍できるようなレベルまでこの持っていけたらなと思っていまして、うん、そのためにこのできれば第、えー、一次産業で働く職業とスポーツをマッチングさせて、うん、ソロモンの子たちに体験させたいなと思っています、うんうん、なのでこの沖縄県の,この南部那覇南部の,この企業もしくはえ何か関係者の方で、うん この途上国の人たちを受け入れてこの農業もしくは漁業等でこの技術支援この力仕事をさせながらこの夕方からはスポーツに取り込ませる環境この住み込みでもし何かこのサポートしていただける方がいればぜひ連絡をいただきたいなと思っています農業とか漁業とかということですね。よね一時産業といそうことですね。そうやはりこのソロモンに帰った後にも ソロモンに還元できるように、うん、この沖縄で学んだ技術を、うん、スポーツだけじゃなくて、うん、そういった職業面でも、うん、いい効果があるようにということで考えています、うんはい、ちなみにその受付窓口っていうのはどちらに連絡させていただいたらよろしいんですかです、ねうん、今現在、えー、自分ももちろん大丈夫なんですが、うんえー、JTB の,の大峰さんという方が、はいえー、今回の企画等も全部取り仕切ってくれていたので。うん JTB の大峰さん、もしくは八重瀬町、今回、このソロモンの水泳は八重瀬町で受け入れをしていただいているので、うんうん、八重瀬町の、えー、役場に、えー、連絡いただければ、うん、ぜひ対応できると思います。担当課はどこになるかは分かりますすいません、課は分からないんですが、うん、今回担当してくださっている方は神谷、神谷課長をされています。はい、分かりました なるほど。あ、できればね、電話番号とか、連絡先が分かればいいなと思うので。じゃ、まあ、後日、あの、弁慶トランスルーの、あの、フェイスブックのページにアップしておきますので。ありがとうございます。ぜひ、聞いていらっしゃる方は、チェックしていただきたいなと思いますので。よろしくお願いします。はい、お願いします。野原さん、一人で、あの、全部、こうやって、着実にね、形にしてきているということですけれども。見なが見、見習わなきゃいけないなと、私たちも。あの。 ももとと水球選手でででらっしゃるんすすよねそう水球選手がまたなんで世界に行ってっていうそもそもそ、はい、ソロモンに行こうと思ったきっかけっていうなんかありますか。うん、はい、この自分は、えー、大学まで、えー、と水球で日本代表を目指していたんですけどうん、うん、やはり自分の,この技術それから能力で、うん、まだまだこの自分がナショナルチームに入れるような実力はないっていうことを、うん、この大学時代に感じて。うんうん だったら自分はこの先どうするんだって思った時に地元の沖縄でこの水球を強くしたいなっていう思いがあって沖縄に帰ってきて高校の体育の先生になって沖縄県の水球を日本一にしたいなと思って教員になりましたでその中でこの日本一になるためにはやはりこの他の県外と同じようにやっていてはやはりこの鹿児島と この本土と離れている沖水球はマイナースポーツなので、うん、なかなか練習する時にもパートナーがいないっていうことで、うん、環境に恵まれていないこのその中でどうやったらいいのかって思った時に違った視点からこの物事を見れるようになりたいなと思ってこの途上国で何もないところで自分がどういうふうにこの行動を起こすのかどんな考えを持つのかっていうことでこの。 もっといろんな視点を持てるようになりたいなと思って、うん。この途上国に行って体育水泳水球を教えたいと思って、うん、この成年海外協力隊に。申し込みたいと考えました、うん。うん、いや、本当にすごいなと思うのは、人と違うことをしようっていうところですよね、うん。うん、まあ、この水球にね、あの風穴を開けてほしい <laughs>。沖縄の水球、またもっと発展してほしいなと思うんですけれども、うん。うんはい、やっぱり、何かをやるときに、どうしても。 この迷惑をかけててしまっている、うん、今現在も水球の指導者はとっても少なくて、うん、この自分がいなくなることでとっても負担をかけてしまっていてそれはもう申し訳なくてうん、うん、今自分はどう,このどうすることもできない、うん、やっぱり連絡が来たりする時にもう本当だったら自分この選択って当たってたのかなって、うん、沖縄に残ってた方が絶対良かったのかなって思ったりもするんですけど、うん、ただやっぱり今自分ができることはこのソロモンの人たちにどういうことをするかっていうことを この後ろ向きじゃなくて今できることをやりたいなと思うので、うん、帰った時にまたこの沖縄県の水球にとってもめっちゃ貢献したいなと思っています、うん、いめっちゃ貢献してくださやあの今一から自分でやってらっしゃるっていうことは、はい、あの沖縄に来ても多分同じように。 あの構築していけることだと思うので、はい、今一生懸命やってらっしゃることっていうのはプラスになるんじゃないかなと思います。うん、ありがとうございます。今後どうなっていくのか、本当楽しみですね。最後にですね、はい、あのお二人の今後の目標。はいはい、まあ、とりあえず東京オリンピックは多分当面の目標にもなってくるかと思うんですけど。はい、まちょっとお聞かせいただけたらなと。キロコ録を。what's your target。<laughs> thank you。um。it's one of the reason why we。um。

でではははさんとしては、はいそうですね自分もやはりこのソロモンのこのソロモンせん、うん、水泳選手が2020年の東京オリンピックにこの泳いでる姿を見たらきっと泣くんじゃないかなそね <laughs> 思うのとあとは、やはり自分はこの沖縄に帰ってきて、うん、沖縄県の高校の先生としてやっぱりこの沖縄県の水球を日本一にすること、うん、それから自分がいる学校の子どもたちをこの途上国で学んださっきも歌で。あのー 笑いの歌であったんですけどうん、うん、やっぱり笑うことで子どもたちもこの苦しい時も笑えるよとか前向きに子どもたちがいけるように自分がそういった影響を与えられるような人になりたいなと思います楽しみですね、うす、うん、本当に沖縄に帰ってきてからの活動が目,目が離せなない感じになります、ねうん、逆に今回ののがあったから僕もその水泳とかソロモンの選手が、はい。はい 東京オリンピックとかで見れるのかなっていうのはやっぱ楽しみになりますのではなんかすごくいい機会を与えてもらえたなとありがとうございますありがとうございますこちらこそ来ていただいて本当にありがとうございます東京オリンピックの時のあの映像でキロコさん探します絶対いる東京オリンピックムービーそこでどこにいるのか I'll be just official オフィスありがとうございますはい この番組は、えー、喜ばれることに喜びを株式会社、沖縄荒垣通商株式会社、アイサム久米産地のチュラキャロット楽アの提供でお送りしております。まあね スポンサーさんが一応ついている番組ですのでそうなんですよそこは紹介させていただいことにはいかないのですみませんいきなり入れてしまって申し訳ないですああののリスナーの皆さんちょっと今日ランニング全く関係ない話になってるんですけど最後の最後に陸上競技にも当てはまると思うんですよ陸上もマイナー競技なんでいや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 あの沖縄では沖縄でなんですか陸上競技もっと発展しなきゃいけないと思ってるんでこのやってらっしゃるっていうことはちょっと うん、私たち陸上をや、うん、番組やってる。はい、私たちにとってもプラスになるんじゃないかなと思いました。うんはい、貴重なお話、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。で、また、ちょっとで、あの、本当に唐突な話なんですけど。いつもやってる大会情報をですね。<あ>こちらで,そうですね。はい、すいません、沖縄県、はい。はい、挟みたいと思います。はい、あの、まあ、ちょっとイエハムーライトマラソンに関しては、毎週、あの、お伝えしてますので。今日ですね、締め切りが近い。 えっと6月18日日曜日に行われますザ駅伝というもののご紹介させていきますあの9時半スタートなんですけどまあ開会式といろいろありますのでそれ自体は8時ぐらいになるんですけども5名1チームでーと沖縄ランナーズ連合に加盟チームは6000円と8000円で加盟してない方がほぼだと思いますのでそのチームに関しては参加費1万円でそれに関してはあのビールとオードブルがついてきます で詳しいことにつきましては、網のバリューランニングクラブでスペース沖縄で調べると、ホームページ出てきまして、それちょっと下の方に下げていくと、あの6月のなんか大会情報とか、そういうのが出てきて、そこにザ駅伝というものがです、ね、あるかと思いますので、詳細はそちらにいてあの確認していただけたらなと思います、はいで。締め切りが6月3日までになってますので、ぜひ。 こちらもですね、今までのあの惨、ー、敗駅伝とかと一緒で、うん、もう走り終わった後すぐに皆さんビール飲み始めるような <laughs> で大野山であの行われるので、はい、あの那覇の方はモノレールで行って帰れるので走って飲んで。うんで ちゃんとモノレールで送ってもらうとう <laughs> 送ってもらうん、はい、いうことができますので、ね、是非 <laughs>、はい、とも参加していただけたらなと思います。はい、あとね、あのマラソンのドキュメンタリー映画がおこ <laughs> 開催されるので、これもあのお知らせしたいと思います。はい、映画がですね、ライフトレジャー6月4日日曜日午後2時から北中グスクあやかりの森多目的ホールで開催されます。えー、参加費が2000円で小学生以下は 無料です。当日は二千五百円となっておりますので、うんえー、ぜひあのー、ご予約してお買い求めください。うんえー、担当はですね、安住さんという女性の方です。ゼロ九ゼロ三七九五八二九七ゼロ九ゼロ三七九五八二九七番にお願いいたします。うん、このライフトレジャーっていうのは二百五十キロの距離を、うん 標高3700メートルの山。を走り抜くという。うんはい、あの素人集団が。無謀なチャレンジをしたドキュメンタリー映画になってますので。うんうん、なんか笑いあり涙ありで。楽しそうですよ。ぜひ皆さんご覧ください。うんはい、今日はもう本当に。ソロモンから、あ、お帰りはいつになるんですか。え、来週の水曜日です。水曜日あ、じゃ、本当に今日で一週間終わったぐらい。 はいちょうど一週間が経ちました。もう本当に時間ない中、超たんあ普通な質問しますけど、あのー、キロコさん日本料理っていうかまあ沖縄でもそうですけど口に合わないとかってあります？ワツィはベスト沖縄フードでワツィはヘイト沖縄フード。ヘイト。<laughs> I don't hate any food in Okinawa.、Ok、They're <ー>、yeah, all good. <ー><ー> I like the food. That's <ー> the best. 沖沖、uh, うん、沖縄縄縄そそそばばばかなを食べてていいいるのでで<ー>、はい、とっても美味しい<ー>嬉し嬉す <laughs> いや僕が聞いたのはそのやっぱオリンピックで日本に来た時に、うん、やっぱ食事が合わないとうん、うん、ベストコンディションにはならないわけじゃないですか、うん、だから選手、まあ、そのソロモンの方が日本に来て、うん、日本食が合うのか合わないのか、うん、逆に言うと 日本の人ってわりかしデリカシーだから、うん、あの海外に行くと食事が合わなくてっていうことをよく聞くんですけど、うん、まあそういった部分でどうななのかなと思ってキロコさんたちは本当にこの今、泊まっているえ八重瀬町の,この海抜風。うんうん っていうところもとっても美味しい料理をいつも提供してくれて、でみんなもお代わりしていつも本当に美味しそうに沖縄料理を食べますい食が合えばね。でも最悪東京オリンピックの時はその海抜風の人間あっちに調理にしてくれたらいいですね。派遣してきてもらって。確かにそれはいいアイディアですね。うん食べ物さえ合えば体は元気ですからね。うまくいくと思います。はい

本当にぜひ貴重な経験にしてほしいなと思います。そうですね、沖縄県内の子どもたちにも、ごめんなさい、ごめんなさい。キロコさんは今週の土曜日に。あ、入っちゃうんですよ。選手だけ、選手とコーチだけ残るので。まあ、でも忙しいでしょうからね、オリンピック委員会だから。 私は沖縄に行くと、本当に楽しかった。Uh oh. nice、また来てください、はい、ぜひ。